私は社会の授業を選んで講師の先生に教えていただいたんですけども、最初社会が苦手で、授業は社会があるやりたくないなっていう思ってたんですけども、だんだん好きになっていって、社会の授業が楽しみになってくるようになりました。1学期は社会の授業で教科書通りにやっていたので、子どもたちがとてもつまんなそうだったんですけども、2学期3学期となるにつれて、子どもたちが次社会なんだろうとか、楽しみとか、あと発表が増えたりとか、子どもたち自身がなんか生き生きと授業に挑んでくれる姿が見えたのが、とても変わったなと思いました。師範の授業が多面的な配慮が素晴らしいなと、そこが私の一番の驚きだったんです。だからまず授業が、すごく多面的な配慮の中で子どもたちが育っていく、それで友達が主体的に活動していく、その中ですごくクリエイティブな子どもたちが育っていく、すごく今の時代に求められているんじゃないかな、だからそこはもっと学びたいなと思いました。なんか今までは研究授業するにしても、結構やっぱり周りの評価とかがすごく気になってたんですが、なんかいろんな先生方のお話を聞くことで、なんか自分がこうしたいということがなんかこう一番自分のなんかこう前面に出てくるようになってきたかなという点では、ちょっとは自分にこう自信がついてきたかなというふうに思っています。よかったなと思うことは、やはり同じ志を持った同年代の先生方と出会えたことや、講師の先生方とつながれたこと、そしていろんな自分自身を見つめるきっかけになったかなと思っています。素晴らしい講師の先生方のお話を聞いて、教師としての自分の在り方や人間としての自分の在り方を振り返る、見つめる機会を得れたことがすごくありがたかったなと思っています。教師塾キラリに入ったら、いろんな視点が広がるよ、自分が思いつかない視点も得れるし、新たな自分に気づくこともできるよっていうのをお勧めしたいです。悩むぐらいだったら参加した方がいいと思います。私も最初は忙しいかなとか、両立できるかなって悩んだんですけども、やっぱり参加しただけの、その成果といいますか、得るものというのはとても大きいし、またそれが子どもに帰っていくことを感じれたので、やっぱ参加してよかったな、ぜひ参加していただきたいなと思います。